子祖母している理由って何？エゴすぎてうまくいかん。強度が足りない。遠子祖をどこのポジションで使うの？って話じゃね、カップ戦でのターンオーバー要因以外に使い道ないんじゃない？遠子祖使いたくないのはまあわかる。ただ3戦連続ドン引き2点取れずだと試しにミドルガチャやってもいいかもな。この試合どいつもこいつもクロスばっかだったし。遠子祖は出られないから解説したいらしい。でもすぐいってオラつくの治らないし、怪我復帰から全く冴えないし、どこが取るんだ？ソシエダあそこ冗談抜きでろくな戦力がいない。ミトマペドロヘッケ以外がフェルトマンみたいな状況。サッカー IQ 低すぎて浮いてるからな。